小林幹雄県議会議員が副議長に満票で就任していただいて、多分一番嬉しい政治家の一人が片山さつきでございます。本当に皆様お支えいただいてありがとうございます。栃木にいろんな形でご縁があるんですが、私のもう数えて93になる実家の父がですね、私は片山っていうのは結婚した旦那の、今の旦那のね、名前でございまして、実家は友永という学者の家なんですが、先日小林幹雄議長がですね、私の父の教え子をですね、栃木県中でたくさん発見してくださいました。はい、うちの父は1982年まで宇都宮大学で数学の教授をしておりまして、およそある程度理科系で宇都宮大学をお出になった方は非常に高い確率で友永康郎の講義を受けておるんですが、名前が違うもんですから誰一人そのことに気がつかないうちに、2年半前の選挙が終わりで、小林先生にも再三その話をさせていただいてたんですが、まだ聞いてみるよ聞いてみるよと言ったんですが、副議長になられてからだいぶ心のおゆとりが出られてですね、やっと聞いていただけたら、この鹿沼の教育長さんも大田原の教育長さんも、それから先日1月7日に、県庁を訪問いたしまして、栃木県からたくさん重要な陳情を、福田富和知事副知事から受けたんですが、その時に聞きましたら、やはり県庁の中にも宇都宮大学がいっぱいいると、なんであなたはそのことを言わなかったのと言われたんですが、やっとこれで副議長にもなっていただいて、ゆとりを持ってたまには僕さつきちゃん担いでんだけど親父は舞台だからと言っていただける回数が増えたかなと思っております。そして私たち全国会が特に、農林水産を一生懸命やってる議員が待望に待望に待っていた西川幸也先生を復帰させていただいて本当にありがとうございます。私どもの取水会は中曽根派と申しましたんで結構な名門派閥でございますが、一時は大変人数が減ってですね、20人ぐらいしかいなかったんですよね。それが今一気に32人で、西川事務総長のもと40人体制を目指そうと、その上にはこれから今流行りの M&A をかけてですね、トップに出ようかなと、もうそのぐらいの勢いになってるんですが、それを全部支えていただいているのは小林幹雄先生と今日先生をお支えいただいている講演会の皆様でございます。西川公園の秋の陣の決起大会ですね、あの時に福田知事もお見えになって、皆さんがすごいすごい熱気で支えていただいて、あの後の新聞報道とか見まして、あ、これで私は公園先生大丈夫だと思いまして、本当にありがたく、思った次第でございます。かくなる上はですね、地域の元気創造対策本部というのを総務省に作りまして、大臣のもとも私は代表代行になってるんですが、まあこれは何としてもありとあらゆる形であらゆる地域がもう一つその地域の産業どんな形でも地域のサービスどんな分野でも作って、その地域で GDP 増やそうと、地域で仕事も増やそうと、そのためにどんなお手伝いでもしようという話に我々総務省も乗り出します。金融も含めて、鹿沼は立派な新金もございますが、金融も含めてやはり地方自治が一歩前に出ることによって、この3月31日の貸し渋り問題も乗り越えて、一個たりとも貸し渋り倒産はないという形の、今まで金融が弱いと言われた栃木鹿沼ですが、それを支えてまいりたいと思いますので、どうぞご指導ご鞭撻をより一層お願いして、小林講演会には私ども役所は一応スカイツリーも所管しているもんですから、スカイツリーの帰りにぜひ、私どもの前会長が今衆議院議長ですから、衆議院議長公邸を回って総務省にも来ていただくことを心からご招待申し上げまして、祝辞とさせていただきます。どうぞ皆様これからも小林幹雄をお支えください。よろしくお願いいたします。